これで終わり？こんだけ？ねえ。違うよ、なんかさ、ごまだれっぽい味のあれが食いたかったんだよね。全然違うやつが生まれた。お砂糖？あ、かつお節？かつ、だし？おでんのやつならあるわ。うん、あれね、これね、あの大戸屋でさ出てきそうな味してる。美味しい、完成。これはあの彩りコーナーで、うちは目玉焼き、卵焼き、でもさ、外でさくらんぼ熱くなってキモいと思うからちょっと無理かな。いやだってさ、品的にこれで十分なんじゃないかな。お弁当持って、うん、あのベンチもあった。大好きな、あれ、十分だね。お前らにもあげるか、牛乳。待っててね。よいしょ。で、胡椒。ジャブイケって絶対に大人が遊んじゃいけないわけじゃないから。でも大人入っちゃいけませんってなかったから。フライパンで卵焼きできるかな。
余ったとびっこ団を突入。美味しいんじゃない？あとチーズの卵焼き好き。で、これ初めてなんだけど、卵焼きどうやってやるんだろう。こうやってくるくるでいいか。でもまだ甘いかな、とびっこ。えい、あ、えい、あ、あ、あ、くそ、これオムレツじゃね。どうしよう、重すぎたか。どうしよう、あ、重たい。ちょっと一回どうしよう、むずい、あ、むずいな、これ重たいんだよね。あ、これオムレツなんだよな。予定じゃない、簡単。味見する。ラップ、うん、うまっ。わかった。ラップ踏むか。今ならまだ間に合う。破れてるけどね。
破れちゃってんだよね。普通に壊れちゃってるよ、もうだって。キュッキュッって何？熱いんですけど。もっとギュッとすんの？これでどんぐらい待てばいいの？もうだってさ、中身出ちゃってる。あ、じゃあちょっと冷蔵庫入れる。もう時間がない。なんかあるかな。あとなんかあるか。肉肉だから卵野菜あとなんだろう。あとわかめご飯。焼いちゃおっか、これ。うん、はい、これも焼いちゃいます。昨日キャリーちゃんに食べさせたら、今まで食べた餃子の中で一番美味しいっつったよ。今まで食べた餃子で一番美味しいめいちゃん、本当に美味しいめいちゃんの餃子って言ってた。そんなの社交辞令じゃないでしょ。あ、やべ、へばりついてる。言ってたんだよ。昨日ミーコのモノマネしてさ、ミーコがうちに来たみたいなネタやったら閲覧1000人いったんだけど、前のモノマネがうますぎてみんな騙されて。すごくない？もう先にちょっと水分多めに。これで十分なの？十分だね、これで完璧。完璧だ。いや、冷蔵庫に入れると水分が飛んじゃうんだよね。だから皮も乾燥してたから多めに水入れた。キャリーちゃん遅いね。確かね11時40分に家出たんだけど、キャリーで行ったんだけど
チャリで3分で着くはずなんだけど、もしかしてさ、水着売ってなかったんじゃない？ね。もう1時間以上。だからチャリちゃん一緒にお弁当作ろうねって言ってたんだけど、間に合わないかもなって思って、やっぱ眉が今日作ってる。え、これどうしたらいい？あ、キャリーちゃん、おかえり。キャリーちゃん来た、帰ってきた。ごめん、あのさ、お弁当作っちゃってる。うん。あ、ね。ちょっと待っててね。あ、こんにちは。あ、もちゃん、ゾウさん、ナイスごほう、ありがとう。熱っ。焼きおにぎり作ります。わかめがちょっと混じっちゃった。水着いいのあった？楽しみ。攻めたの？はい。うん。ハリーちゃん攻めたらしい。あのさ、徒歩3分のところにあのプールがあった。うん、ジャブジャブ池っていう。そう、知らなかった。マユも、あの外、うん、なんかジャブジャブ池っていうなんか公園にある。いいね、そういうところも。
うん、暑いね。うん、あ、そうなんだ。だから使ったのか。うん。軽く食べて、うん、行く？暑くて持てないよ。どうしよう。焼きおにぎり。じゃあ行きますか。もうちょっと。なんか茶色すぎか？なんでこんな飛ぶのね。醤油とだし。もうちょっと。あれ。本当？あ、よかったらさ、テーブルちょっときれいにしてくれたら嬉しい。あー、暑い。おかずはこれです。お弁当のおかず。あと彩り。彩りは、あ、うん、全部いいよ、そこで。いい、うん、
ねキャリーちゃん、これさ、下のさ、ちょっとこれ出てきてくれたらめっちゃ助かる、これ。これ、あそこの、そう、投げちゃって。あったかかった、うん。ありがとう。いえいえ。いや、あの、朝ごはん食べてから行くからね、うちら。朝ごはん。減ったよ。待てないよ、普通に。あ、危な。集中してた。いや、軽く食べようかなって、軽く。いいんだよ、ジャブジャブ池とか。だから入んねえしさ、水着見せればいいんだよ、うちら。みんなに水着見せればそれでいいの。それだよね。泳がねえし。ただ、そういうとこ行かないとバンになっちゃうじゃん、水着って。いいんだよ別に。皆さん500ナイスで見せちゃおうかな。ダメよなわけないだろ、子供も水着着てんだから。何をってとか、眉の水着姿。あつ。いや、わかんない。脱いだら、エロいかもしんないじゃん。いや、脱いでみたら。今日ガリポチャーコラボ水着、それはいいんじゃない。ガリポチャーコラボ、オッケーかな。ありがとうキャリーちゃん。服が荒らすからさ、そうなんだよね。いい感じになってきてる。暑い。本当に暑い。みんな大変だね、お弁当さ。こんな暑い思いしてさ、子供と旦那に作ってさ、毎日。大変ですね。うちのおかんがさ、料理下手でね。ゴミ箱に捨てたこともあったの。申し訳ないことした。OK か？いいのかこれは。
ケリーちゃん待っててね。もうすぐできるから。今あの中華丼温めてる。これ食べて、軽く食べて行こうね。ちょっと今ちょっと待ってね。なんか凍ってるわ。はい、忙しい忙しい忙しい。これは持っていくから、どうしよう。これ全部さ、ラップに包むべき。これケリーちゃん待っててね。まだ凍ってるわ。これ何なんだろう、凍ってる部分とぬるい部分、あちあちな部分と。外で食べるから美味しいんじゃん。いや、私でもすぐ食べれるけどね。キャリーちゃんがどうだろう。私も食べれる。食べれる？中華丼食べた後にお弁当すぐ食べれる？全然、お腹空いてるから すっきりしてきた。だんだんすっきりしてきたね。そう、遅めに起きたから。
朝ごはんちゃん、朝ごはんちゃん、たいちゃん守ってて。あ、分かった。服が危ないから。とりあえず食べて、食べ終わったらもう一回お弁当包んで水着着てお外出ようか。ダメよ、服。